ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画を楽しみいただきましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで、今日紹介したいのは、フータオの生物の解体ですね。まあ、構成いろいろあると思うんですけども、それについての説明していきたいと思います。で、まあ、ヒマジョ4セットがね、まあ、強いとされていて、まあ、それの中で、まあ、銃撃の蒸発をかけていくっていうスタイルなんで、まあ、ヒマジョ4セット。あとは、ヒマジョ2セットと、まあ、楽団2だったり、まあ、元素爆発の方を見るんだったら、旧貴族だったりとか、いろいろ皆さんお考えだと思うんですけども、そこの解説。あと、火渡りですね。まあ、反応を使わないバージョンっていうところもあるんで、それと。あとは、まあ、ライドだったり、悠久だったり、剣闘士だったり、坂飛び4だったり。ここら辺の、構成ね、お考えの方いると思うんですけども、一応、そこも含めてお話ししたいと思いますんで、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、こちら、燃え盛る魔女の、4セットの効果ですね。まあ、普通に考えて、炎元素ダメージ 15% と、まあ、2セット効果の 50% アップってことで、それが30までですが、1重しかできないんで、まあ、22.5。ただ、この時点で強い。で、プラス、楽団の 80%、80ゼットがあるんですけども、まあ、それだと、0から80の新品の状態で 15% 蒸発アップなんですね。だけども、熟知がどんどん上がっていくと、まあ、1熟知でなめしていくと、まあ、400近くになると、まあ、12.4%。要するに、2、3%、火力の差が変わってきますと。まあ、蒸発の2、3% ね。まあ、もちろん、火の、7.5% も違うし、まあ、それプラス、そもそもの火の火力が弱いプラス、蒸発の倍率も変わってくる。で、熟知を上げていく可能性が高い構成なんで、まあ、そこら辺を見ても、ダントツで、ヒマジョ4セット。まあ、楽団と22の、選択肢がなくなってくるというところですね。ただ、厳選の仕方の方で言うと、そっちの22のハイブリッドの方が厳選はしやすいので、まあ、そこら辺を兼ね合いでっていう話になりますね。なので、ここら辺の、熟知構成が強いとされてきてる、まあ、フータオの構成であれば、やっぱり、ヒマジョ。熟知80盛ればいいじゃんっていう、誤差じゃんっていうふうに思うかもしれないけど、誤差ではないという。加算効果であるってとこだけはご理解いただいて、この4セットを使っていただいた方がいいかなとは思います。はい。で、ヒマジョと楽団の22のハイブリッドですね。で、こちらは、ヒマジョ厳選できない人への救済措置セットっていうイメージだと思います。で、熟知盛れば盛るほど恩恵が下がる。これは先ほど説明しましたよね。400近く持っていた場合、まあ、12.何%とかだったと思います。で、楽団にすれば、よりその、割合が上がっちゃいますよね。80上がるんで。それで上がることによって、その幅もなってしまう。なので、恩恵がどんどん下がっていくっていうのは理解して。で、それで、火ダメ 7.5% 分も下がります。だから、そこら辺の、割合を見て、で、楽団2の厳選具合。そこら辺と比べて、セット組むっていうところであれば、使ってもいいと思います。はい、旧貴族と魔女。これね、一応、まあ、ダメージチャレンジとか、まあ、そこら辺するのであれば、こういうのとかでもいいのかなとは思います。まあ、一応、この元素ダメージも上がるし、元素爆発ダメージ量が上がると。ただまあ、汎用性といえば、やっぱり、ここら辺は、まあ、熟知上げたりとか、そもそも火魔女4セットにして、火のダメージ 7.5% 上げた方がいいのかなと思いますけども、まあ、これもまあ、ありといえばあり。はい、こちら、劣化を渡る賢者。まあ、火渡りですね。火渡り4セットと言われるものです。これ、蒸発をかけない純粋火力だったらかなり高いですね。フータオ自身の、まあ、銃撃の連射スピード、連続攻撃スピードと、まあ、倍率の高さ。まあ、そこら辺と、まあ、火力自体そもそも、攻撃力自体そもそも高いので、ダメージアップの恩恵が受けやすい。まあ、そこら辺でかなり、ダメージは伸びると思うし、まあ、扱いやすい。ただ、元素がかからない相手とか、組むパーティー構成によっては、同時火力が出せなくなったりするので、一応気をつけてください。同元素の、例えば、連続攻撃系のシャンリンであったり、あとは敵のバフ下げ、まあ、こんなの持ってるか持ってないかになってきてしまうので、まあ、勝利、アルベドあたりね。
そこら辺で同時火力出せば大丈夫。あのアルベドの追加攻撃はあの弱攻撃になるので炎元素のかき消しがされません、一発では。なので炎元素を付着したまま戦うことができるのでアルベドと攻撃。ただあのパーティー構成がやっぱりね、あの勝利アルベドとか、まあ、そこら辺と組んだりとかねになってしまうので、ちょっと、まあ、やり方としてはちょっと難しいのかなというか、まあ、持ってる人を選ぶような構成です。ただ強いです、はい。ただね、行く秋とかだとあの水ってね炎を一発でかき消してしまうので、まあ、ほぼ、半分ぐらい火力がね落ちてあのプラマイ効果になってしまうので、まあキャラクターを選ぶ、なので蒸発をしっかりかけていく方が戦いやすいのかな。あとはあの反属性のね、あのいろんな属性を入れて戦いに行くことができなくなるので、まあ、パーティー構成がね結構単純な構成になってきてしまうので、まあいろんな相手をと戦うときに不利になるっていうデメリットもあります。はい、雷4のような怒り4セット、クールタイムを下げて過負荷でシールド割り意識できる。まあここら辺の上記の2点ですね。まあデメリットはもうそのまんまパーティー構成で全部カバーできてしまいます。過負荷シールド割りも全部で、クールタイムもあの、まあ、超運とかでできるし、あと自身の火力をね全部カバーできるところで下げてしまっているので、まあカバーできるところをあのあえて自己完結させようとして全部ジグハグになってしまってるっていうビルドだと思います。で、その理由としてはこちらですね。あ、まあちょっと簡単に実演すると、フータオのやつって16秒なんですけども、ここクールタイム下げなくてもいいです。なぜならこれ使いますよね。で9秒間殴り続けるっていう設定のキャラクターですよね、こうやって。で9秒殴った後にどうなるかっていうと、まあ、大体あの6秒ぐらい何していいのってなったら、6秒ぐらいなんか他のキャラにこう変えたりシールド貼ったり貼り直したりとかしてる間にもうタイム終わってるんですよね。ね、なのであのぶっちゃけ封タオで24時間ずっと出っ放しだったらあのライドの方でやってもいいけど、そしたら反応がそもそも過負荷反応ができないじゃないですか。ってことはキャラクターチェンジ絶対するってことなんで、その空白の6秒間ね、空白分の6、7秒間でキャラクターに変えて、例えばシールド貼ったりあのバフ効果つけたりアルベドシールドねいろいろやったりする間にもうクールタイムもう過ぎてるんで、玉込め時間だと思ってやれば全然このクールダウンと効果時間の空白の時間っていうのは長くない。なのでもう全くあの解決しようとしてることがもうすでに解決する問題ではないっていう話になってきてしまいますね。次、UQ4 セットですね。先ほど紹介した火渡りとダメージ量ではもう変わらないですね。で、まあ、だとしたらどっこいなのかなって思いきや、それ以上の可能性もあります。皮膚をされてなくても大丈夫ですね。それ拾ってしまえば大丈夫っていうところなので、まあ、多少、元素が入ってないような状態とかでも、まあ、拾ってるさえいれば大丈夫。例えば、まあ、火の、状態にならないやつでも、他の敵キャラからまあ拾ったりとかすればカバーできるので、先ほどよりは行ける場所が増えるのかなっていう印象と、あとパーティー構成ほぼ変わらないですよね。火か岩かみたいな、あと風かみたいな感じになってくる。風で吹き飛ばしてしまってもいいんで、風キャラと組むことも可能になってくるというとこですね。で、それで例えばシャンリンと組みますよね。シャンリンと組んで同時火力とかであれば、まあ封筒で戦ってでキャラチェンジして、まあ取ってですよ、火の結晶を取って、でシャンリンと交代し、まあ他のキャラいろいろやってからシャンリンと交代して、まあ効果時間が乗ってる状態で元素爆発を打って、でそれでまた戻るという感じでやれば、まあシャンリンのやつで、まあ、火もつきやすいしアルベドで同時火力も出るしって感じなんで、まあ日渡りだったら有給かなっていう印象は僕は持ちました。はい、剣闘士4セットですね。攻撃力上がっていいんですけども、攻撃力過剰になる封筒に恩恵はあまりない。で、攻撃メインが基本的に通常は銃撃ね。で元素爆発も打ちたいっていう理由でこれは合わないですね。
まあ、こちらですね、ほぼ銃撃メインで考えているのであれば、こちらはかなり強烈です。シールド強化 35% っていうところで、勝利のシールドと、まあ、ノエルがね、30% 以下になった時のシールドの耐久力も上がる、20秒20秒のね、めちゃくちゃいいと。で、シールド状態、結晶シールドとかね、アルベドで殴りながら、ちょっとずつね、回収するとか、そういうのでもいいですし、まあ、かなり、面白いと思いますよ。銃撃メインで考えるのであれば。ただ、ダメージアップが 40% 上がるので、やっぱりね、ここら辺で、まあ、何をしていくのかっていうところですよね。だから、これの場合であれば、例えば、蒸発もか、入れてっていいんですよ。悠久とか、そこら辺と比べてね、違うところがあるとすれば、その蒸発をかけても大丈夫っていうところですね。蒸発かけてもいいし、カウンとかで、妖怪もかけていい。ただ、元素爆発だけ死にます。そこだけ注意してもらえれば、これはもうかなり強烈なダメージの出るセットとなりますので、ぜひぜひ、お試しください。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただけましたら、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので、見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。